2018年4月5日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3186話、霊媒カップル。6年前の実体験。私には見ようと思えば霊が見える程度の力と、弱い霊を浄霊する程度の力があります。そして、それを知っている友人 A からこんな話をされた。最近引っ越しした B の部屋がヤバいらしいから、見てやってほしい。ヤバいらしいってのはなんだ?と思いながらも、私は、A に連れられ B の家へ、B と面識のなかった私は、知らない相手に霊がどうのと言っても、信じてもらえないだろうし、馬鹿にされるだけだろうと思っていた。けれど、そうはならなかった。B が住んでいたアパートの部屋に入ると、まず最初に飛び込んできたのはお札。だが、お札は黒ずんでいて効力などとっくに消えている。私は、B にお札をいつ貼ったのか聞いてみた。すると、一週間前などと言ってきたのだ。正直、私に同行できるような問題ではないと思い、知り合いを紹介すると言った。けれど、B は首を縦に振らない。よく見れば表情が少しおかしかった。気になった私は、いやいやながらも霊視をしてみると、目の前にいたのは B ではなく、全く別の人間だった。正確には B についている霊なのだろう。顔半分がちで染まり、片足がない。霊視した状態では、B が全く見えなくなるほど強烈なもの。シャレにならないと思った私は、部屋を出ようとした。しかし、B に腕をつかまれ逃げることができない。除霊してくれるんでしょ?早くしてよ。気味の悪いぐらい口が裂けた笑顔で、B がそう言ってくる。そこで私は、A に助けを求めようとした。だが、なぜか A がいない。よく聞けば、どんどんと外から戸を叩く音が聞こえる。この時ばかりはもうダメだと覚悟を決めた。少し除霊ができるからと調子に乗りすぎてたのがいけなかったんだと。そんな時、突然携帯の音が鳴り響いた。音からして彼氏なのは間違いない。けれど、このタイミングで出ることなどできるはずがない。彼氏でしょ?出てあげたら、B がにたりと笑い、私の目の前に顔を近づけてそう言ってきた。私は、震える手で携帯をつかみ取り電話に出た。すると、彼氏はこう言ったのだ。目の前にいるのと電話変わって。あと、今どこにいるの?すぐ行くから場所教えて。私は、すぐさまいる場所を教え、B に携帯を突き出した。すると、B はしばらく無言で彼氏の話を聞いた後、部屋の奥の方へ行ってしまった。それからしばらくして彼氏が来ると、B を見るなり。これは除霊するのも面倒やなぁ。しばらく時間潰してきて。笑顔でそう言ってきた。もともと私が霊が見えるようになったのも除霊できるようになったのも、彼氏に教わったからで、そんな彼氏の心配をするのも悪いのか?と思った私は、部屋を出て A と共にファミレスへ、そして2時間ほど二人の心配をしながら A と話していると、彼氏から電話が、B の部屋に行くと、元気な B と和やかに話している彼氏の姿が、しばらく雑談した後、私たちは帰ったのだが、帰りの車で彼氏に違和感を感じた私は、悪いと思いながらも彼氏を霊視してみた。見なければよかった。そう思わずにはいられなかった。だって、彼氏の胸元あたりから苦しそうに這い出ようとする B についていた霊が見えたのだから。私は、思わず除霊に失敗したのかと口を開いて聞いてしまった。すると彼氏は、あんなん除霊の準備するのが面倒くさい。食べた方が早いやろ。と笑いながら言ってきた。あっけに取られた私に、彼氏はさらにこう言った。成仏させるだけが除霊じゃありません。除霊ではなく除霊。この時の私にはこの違いがわかりませんでした。けれど、彼氏があの化け物みたいな霊を体の中に入れたことだけは、はっきりとわかりました。しばらくの間、彼氏が笑った姿が B についていた霊と一緒に見えたんですから、あ。
ネットで見つけた怖い話。第3187話、懺悔。ごめん。これは俺の懺悔でもある。文才はないので読みづらいと思う。すまない。かなり前のことだ。高校時代の仲が良かったともに偶然再会した。懐かしくて飲みに行くことになった。その時は俺も友もフリーターでその日節の状態。でも友のバイトはテレビ局の関係だったんだ。芸能人の〇〇を見たとか自慢していた住んでるところが割と近かったので、ちょくちょく遊ぶようになった。ある日、友が興奮した感じで変なものを持ってきたんだ。ビデオテープと汚い書類だった。ラベルには、心霊廃墟に挑む、みたいなことがマジックで書かれてた。その上から赤マジックで大きく×が書いてあった。書類を見て分かったのは番組の台本だってこと。日付はかなり昔、心霊ブームだった頃友は保管庫の処分品の中から見つけてきたと言った。玉の階層があってゴミ運び中に見つけたとビデオは普通のデッキじゃ再生できなかった。マニアな知り合いのところ行って再生したが中身は消されて空だった。ちょうど今頃、GW 明けで道も空いてるから探検行こうと友が言い出した。俺は、当時、心霊を全く否定していた。だから楽しそうだと思ってしまったんだ。行くことになったんだ。友が先輩から金払って 4WD 借りてきた。それでガラガラの高速乗って台本に書いてあるところに向かったんだ。俺たちが興味を持ったのは書かれていた場所が意外なところだったから。普通、人が死んだ滝とか、自殺者が多い橋とかだよね。国の施設だったんだ。試験場跡地。これしか書けない。すまない。友は企画が中止してるし、意外な場所だからマジなんじゃないかと興奮してた。場所はものすごい山の中でした。うっすらと車の輪立ちが残っているのを頼りにヤブの中を 4WD で進んでいった。かなり危ない急勾配を登っていった。ほとんど崖だった。今思うとテレビ局が通るために切り開いた道だったと思う。正面にでかいゲートがあって封鎖されていたからさすがにもう進めないと思った頃に急に開けた場所に出た。すごいでかい建物だった。人の気配は感じなかったけど廃墟っぽくなかった。窓とか割られていないし、よくあるいたずら書きなんかが一切なかった。むしろ綺麗な感じだった。未使用みたいな。友は急に興奮が冷めたようだった。鳥の声とか聞こえなくなったよとか言って怯えていた。確かにすごいくらい静かだった。風の音さえなかったと思う。この時はもう夕方で建物が赤ね色になってた。俺は本当に信じてなかった。バカだった。友はかなり嫌がってた。やめようと言い出した。俺はお前が誘ったんだろう。と言って友を連れて中に入った。俺は本当に無知だった。正面の大きなガラスとは片方が外れていた。中は新築同様だった。すごく異様だった。なんで廃墟なんだ？と思った。すぐにでも利用できそうな状態だった。綺麗な廃墟だなと共に言ったが上の空だった。友は帰りたいと言い出した。まだ入り口からすぐの通路だった。俺は、2階も見てみようと言った。友は行きたくないと言った。俺は、友を育児なしだと言って2階へ登った。2階に登ると長い通路が待っていた。月あたりまでずっと窓が続く、学校の廊下のような感じ。その途中にソファーの置いてある喫煙場所みたいなところがあった。そして床にカメラが転がっていた。撮影用だと思う、大きいカメラ。なんか壊れていて埃をかぶってた。俺は、急に怖くなったんだ。ここで何かが起こったんだと思った。そしたら一階から友の声が聞こえてきた。叫んでる感じじゃなく一定の声で。ああ。と言ってる。急いで降りたら通路の入り口から反対の突き当たりにいた。本当に怖かった。友は突き当たりの壁に大の字になってぴったりくっついていた。壁に向かって俺は、近づいて声をかけたが。ああ。と言ったまま壁に向いたままだった。肩を掴んだ瞬間、ギャハハハ。と笑い始めた。壁に向いたままだ俺は、もうどうしようもなかった。怖くて恐ろしくて、逃げ出した。
止めてあった車まで戻ったが鍵は友が持っていた俺は、戻りたくなかった。けどどうしようもなかった。建物に戻ろうとしたら、友が窓からこっちを見ていた笑っていた。口が裂けるんじゃないかと思うぐらいの勢いで笑っていた。俺は、友のいたずらに騙されたのかと思ったが、いかったよく見ると泣きながら笑っていた。窓にべったりとくっついてすごい笑っていた夕日が窓からずれて反射がなくなり中が見えた。友の周りに、一階の通路を全部埋め尽くすように人がいた。よくは見えなかったが人の形をしていた何かが友に押し寄せるように、満員電車みたいにひしめいていた。俺は、もうその時半分、発狂していたと思う。山を駆け降りて自力で町まで降りてきちゃったんだ。その時はもう夜で俺は、なんとか駅まで来れた。疲れたという感覚がなかった。少しでもあの場所から遠ざかりたかった。運よくタクシーが捕まり、住所だけ伝えて頭を抱えて震えてた。窓を見たら何かが虚像で怖かったんだ。家に着いたら布団に潜ったが、怖くなってコンビニ行って朝まで過ごした。朝になって落ち着いたら重大なことをしたと後悔した。とも置き去りにした。でも二度とあそこには行きたくない。バイトを無断で辞めて、ブラブラしていた。軽く不眠になってファミレスとかで夜を過ごしていた。しばらくして電話をしたら友は戻ってきていた。俺は、なんて言っていいかわからなかったが、友は何が?と言っていた。自分がどうなっていたのか覚えていなかった。一ヶ月のうちに友は死んだ。自殺か事故かはわからなかった。あそこに行ったせいだと思う。そして俺のせいだ。俺が逃げたせいテレビ局もあれにあって取材を中止したんだと思う。あそこは人が入っていい場所じゃないんだ。GW になるといつも思い出してしまう。悩みを人に聞いてもらうと楽になるというが、少し気持ちが楽になった気がする。ありがとう。あ。ネットで見つけた怖い話。第3188話。学校にて。俺が高校生だった頃の話。俺が通ってた学校はもっぱら出るって有名なとこ。まあ今でも校則は厳しいんだが、昔はシャレにならないほど厳しかったらしく。自殺した生徒は二人、いや三人だったかもしれんが。一人は体育館で首吊り、一人は近くの店の屋上から飛び降りだった気がす。当時の先輩の話じゃ。人が美術室に入ってったはずなのに鍵が開いてないとかよくあったらしい。特に出る場所ってのが確か1年3組。屋上は開放されてないし誰もいないはずなのに。天井からどんどん聞こえるんだと。明らかに人が叩いてるんだろってくらい大きな音で。まあそれはともかく、俺が体験した話ってのがちゃんとあって。多分高1の夏?文化祭の準備やらで残っていろいろやってたら、いつの間にか6時になってたんだ。で、さすがにもう帰ろうってなったんだが、友人のうち一人、仮に F にする。が、うんこしたい。とか言い出して仕方ないから連れション付き合ってやることにした。当時その場にいたのは、俺と F と、あと二人。便所は1階の便所を使うことにした。本当にもう帰るつもりだったからな。その向かう途中なんだが、2階の階段の横に書道部室がある。書道部室の扉には窓がついているんだが、その窓には5人映ってたんだ。その時は誰か一人残ってたのかと思って、追い抜いてもいいぜ。って意味で、俺は、少し右に退いた。同じように F たちも自然と横に退いたんだが、なんでかその影が俺らを追い抜かない。不自然に思って、階段に曲がる前に後ろを振り返ってみた。けど誰もいなかった。あれ?とか思いながら立ち止まったら、F たちも不思議そうに立ち止まって振り向いた。で、みんなして口揃えて、さっき後ろに誰かいたよな?って言うんだ。みんなにも見えてたのに、いなかった。俺一人だったら気のせいで済んだんだが、もちろんその時間、書道部室には誰もいなかったらしい。ちょっとゾッとしたから、さっさと便所行って帰ろうぜってなって、みんなして便所に向かった。でもどういうわけか、俺は、便所に入らなかった。普
通そういう時って怖いから皆固まってるはずなんだがな。ゲームだったら確実に死亡フラグだ。俺一人、曇りガラス。出会ってる？の横で壁にもたれかかって、鏡をぼんやり眺めてた。そこで、誰かの足音が聞こえたんだ。なんか走ってるみたいだった。ふと横を見てみたら、曇りガラスに真っ黒な人影が映ってた。曇りガラスを通り過ぎた瞬間、その影が消えた。俺は、ビビってすぐに便所に入って友人たちにその話をした。友人たちもビビってすぐ便所から出て学校から出た。その後から、俺の家で結構おかしなことが頻繁に起こるようになった。テレビが急に消えたりだとか閉めたはずの風呂の蓋が少し開いてたりとか、で、F にそのこと相談したんだが、詳しい話をもう一回聞かせろとか言うから、素直に言ったんだ。そしたら、F はしばらく黙って、それってありえなくね？とか言い出した。だって曇りガラスって人の肌とか服の色は映すじゃん。真っ黒っておかしいだろ。なんか思い出したら怖くなってきた。あ。ネットで見つけた怖い話。第3189話。感覚なし。路地。4分の1。5時、脱時、多分なので、申し訳ない。以下は自分が小夫妻頃の話。夏休み中に親が何か用事で遠出していて家にいない真夜中。弟と妹と自分の三人で留守番をしていた。数十分前。母親、まだ、峠なんだ。家は大丈夫？自分、大丈夫だよ。母親、ごめんね。帰りに、冷たいものか何か買って帰るからさ。自分、気をつけてね。そんな電話が親からかかってきて。隣のトロ、を見ていたら、夜中の遅くなのに。コンコンコン。どこかから、そんな音が聞こえる。弟、お父さんかな？妹は？兄ちゃん、何言ってんのさ。自分、さっき、峠からの電話だったよ。弟、嘘じゃない？もう、帰ってきたんだよ。妹、外に置いてあるものが転がった音じゃない？自分、インターホン、取ってみるよ。我が家のインターホン。カメラ付きではなく音声だけ。の受話器取ると、外の車が通る音とインターホン特有のザーッという音に混じって何かが聞こえる。ガサゴソ何かが動いている音がする。自分、ちょっと、玄関の様子見てくる。妹、自分、やめときなよ。自分、近くで交通事故とかあったのかも。妹、なんで家に来るのさ。絶対、変だよ。多分ならいりません、路地。四分の二。弟がすっと立ち上がって、玄関の電気をつけて家のドアを開こうとしたときに、どん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 ガン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 ゴン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 。自分、弟、あんた電気消しなさい。状況が悪化したので、家中の電気を消して、イルス作戦を開始。三人兄弟で食卓テーブルに潜って静かになるのを待った。すると、音が全くしなくなってほっとした。弟、やべ、トロつけたまんまだ。自分、テレビ消してくるから、ちゃんと、ここにいてよ。暗がりの中速攻テレビを消して、食卓テーブルの下に戻ろうとすると、何かがおかしい。目が慣れて窓をじいと見ると、大きな影がある。自分の影ではもちろんない。カタカタ。誰かがいる、路地。四分の三。自分もパニックになって、電話の呼気を持って食卓テーブルに戻る。妹。どうしたの？自分。窓に人がいる。弟。玄関のやつ？自分。とかんない。警察に、電話してみる。弟。110？ 俺、押したい。自分。遊びじゃないんだよ。人生初の通報をじゃんけんで公平に決めようと言い出す弟に譲ると、弟は11だけ押して切ってしまう。結局、自分が通報。通報中、
弟がまたすっと立ち上がって、窓のカーテンをざーっと開けに行ってしまう。自分、警察ですか？家に変な人が来て、知らない人が来てて、困ってます。とりあえず、意味不明なことを言って後悔。弟、お姉ちゃん、包丁。包丁持ってる。自分、包丁持った人が来て家に入ろうとしてます。助けてください。通報し終わると、窓が割れて、自分フリーズ。弟と妹は家のどこかに逃げる。自分、置いてきぼり ORZ。包丁男に押し倒され、自分フリーズ。髪の毛撫でられる。なんだ、こいつ？と自分、ポカーン。体中、撫でられる。路地。4分の4。いつの間にかパトカーが来て、警察官が包丁男を逮捕。家の外には、続々とパトカー&救急車。担架に乗せられた自分、ポカーン。警察官、動かないで。自分、なんで救急車に乗るの？警察官、動いちゃダメだって。病院、行こうね。自分、何？警察官、お父さんとお母さんには、ちゃんと連絡するからね。包丁が体にサクッと刺さったまま乗せられたらしい。自分は全然痛くなかったのに、大人は大げさだなぁと考えている間に。眠くなって寝てしまった。あの頃は全然怖くなくて、通報して帰って大騒ぎになって大変だったなぁくらいにしか思わなかった。今考えると、めちゃくちゃ怖い。ネタじゃなかったら教えてくれ。犯人の動機は？怨恨？通り魔？どこに包丁刺さったの？路地。女の子が欲しかったみたいな意味不明なことを言って話が二転三転したそうだ。警察の話だと、誘拐とかいたずらとかしようとしてたうんぬん。胸部の端っこにプスッと包丁が入った。あ。ネットで見つけた怖い話。第3190話、動かないマスコミと政府。宮崎で口ひづめ液というひづめのある動物に対する感染症が広まってること、しかもそれをマスゴミが取り上げないこと、政府がきちんと対応しないことがオカルト。その処理で GW 中の観光客やらをキャリアとして口ひづめ液のウイルスが世界各地へばらまかれたことかな。全国、全世界の畜産農家は死ぬほどシャレにならない上に、一般家庭の食卓にも大打撃の恐れ。10周年。口ひづめ液県の防疫対策本部が対応協議。5分の5の総分。この動画は在京テレビ局6社の申し立てにより、放送事業者の権利侵害として削除されました。対象物、テレビ放送されたコンテンツ。10周年。51ローカルニュースで放送した UMK が、権利侵害として削除ならまだわかるんだが、なんで在京6局が権利侵害主張するんだろ？ YouTube から天才。UMK スーパーニュース。口ひづめ液県の防疫対策本部が対応協議。5分の5の総分。この動画は在京テレビ局6社の申し立てにより、放送事業者の権利侵害として削除されました。対象物。テレビ放送されたコンテンツ後、これ以外の他のテレビコンテンツとか残ってるのも不思議。313-354。日本を。日本解体法案。反対請願。COM。守ろう。では、意見書分類。緊急。韓国から伝染し国内へ上陸した。口ひづめ液、への対処をお願いする与野党議員への意見書。マスコミ用おまけ分類付き。お送信しております。詳細はこちらです。ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、現在、半島経由で伝染病が宮崎県に入り込んだ模様です。口ひづめ液。は、牛、豚などの偶ひづめ類の動物の間に流行する伝染病であり、人に感染することはないそうです。しかし、口ひづめ液は、多くの畜産動物に被害をもたらします。この件について、
政府与党民主党は全く動かず、脳水層の赤松大臣は、なんべえ言ってしまいました。農水省も政府が動かないのでごてごて、政府や農水省が動かないため、そのまんま東さんや、県が依頼して自民党と陸自が動いているそうです。伝染病の隔離、保健レベルでの対処では、いくらなんでも無理がありますし、県を超えてしまえば、感染対策が遅れてしまいます。いくら自民党や陸自が動いていても漏れが出ているでしょうし、政府与党ではないため、できることは限られています。19例目が出ていて収束する気配がありません。殺処分対象、3万頭に迫る。イコール、豚でまた口ひずめ息疑い宮崎皆様、ぜひ、拡散及び送信のご協力をお願い申し上げます。ボイステディ、バイ。緊急拡散。AT。2010年5月6日、5:45半統計油だからスルーしてるのか？10周年、宮崎県内でことに当たってるやつから言わせてもらうが、宮崎県だけ隔離してくれても構わん。全国に飛び火するよりはマシ。宮崎県内の家畜全頭抹殺だってほとんどの関係者は腹をくくってる。でもな、これだけは忘れないでくれ。これは国が早くに動けば防げた事態なんだ。そしてこれから宮崎を隔離するにしても何をするにしても国の権限がないと何もできない。県の独断じゃ国道は封鎖できんからね。でも肝心の政府は何もしてくれないんだよ。現地の憤りと無念さは半端ないんだよ。それだけは分かってくれ。10周年。鬼畜民主党の本音。大和新聞第一面。これが真実。衆議院本会議。宮崎県畜産農家の心の叫びを聞いて、民主党議員は声を上げて笑った。そして発した言葉は、金が欲しいのか。勝手に言ってろ。もう民主党党員全員、殺処分してまえよ。10周年。190の続き噂の大和新聞第一面を賑わせた民主議員、箱崎貞夫。KU26 ガルダ。ちなみにこの、金が欲しいのか。勝手に言ってろ。とやじを飛ばしのたのは民主党宮城3区の橋本清仁市議員です。他に、お涙頂戴はいらないんだよ。そういう悪口しか言えねえんだろお前、など。こいつ。ちなみにスベランカーの車椅子をしていたやつのようだ下半身が見事に消えております。これから一体どんなことが身に降りかかるのやら。笑い。マジで下半身がありません。外出だったらごめそわ。ネットで見つけた怖い話。第3191話。メモ。うちの家は土地が狭いので3階建てなのですが、この間、家族が隣の県にある親戚の家まで出かけ、自分一人で留守番していた時に、さすがに退屈してきたので、近くのゲーセンに行こうと家を出ました。玄関を開けて気づいたのですが、風か何かで、3階のバルコニーに干してあった布団シーツが落ちていて、玄関脇の自転車に半分かぶさっていました。面倒くさいし、帰ってきた時に直すか、と思い、乱暴に折りたたんで、自転車の上に置いてそのままゲーセンに直行、2時間くらいしてゲーセンから帰ってきて玄関にたどり着いたら、自転車のカゴに、元に戻しておきました。とメモが置かれていました。上を見上げると、3階のバルコニーには布団シーツが元の通りに干してありました。その日、家族はやっと夜に帰宅してきたのですが、一体、誰がシーツを直したのでしょうか。今日のオカルトスレ。無理心中のあった物件です。家賃半額にします。住める？もし、所有するアパートが入居者の自殺や殺人事件などの発生で、事故物件になったら、家主は借り主に賠償を求めることはできるのか。
実際に入居者ら二人が亡くなったアパートで、オーナーが借主の会社側に損害賠償を求めた民事訴訟の判決公判が28日、山口地裁で開かれる。訴えたのは山口市内のアパートを所有する家主の男性だ。訴状などによると、2012年、男性のアパートの一室に会社員の女性が入居した。部屋は借り上げ社宅で、借主は女性が働く小売会社、大阪府、だった。2015年のある日、女性の部屋で、女性がベッドの上で死亡し、知人男性が首を吊った状態で亡くなっているのが見つかった。県警は無理心中事件とみて捜査、男性を殺人の疑いで書類送検した。原告側は、事件の影響で借り手がこのアパートへの入居に強い抵抗を感じやすくなったと主張。事件から10年間は賃貸契約を結ぶことが難しくなり、仮に契約できたとしても賃料を通常の 47,500円から半額にせざるを得ないとして、損害を10年分の家賃の半額である285万円と算出。借主の小売会社に賠償を求めた、被告側は請求の棄却を求めている。裁判資料によると、事件後、原告はアパートの部屋の清掃やリフォームに19万円ほどかけた。代金には3ヶ月分の敷金を当て、不足分は被告が支払った。原告は自費でお払いもした。事件を受けて、この部屋の近くに住む入居者からは、家賃を下げてほしい、と要請を受けた。今年初めまで、事件のあった部屋に入居希望の話はなかったという。リンク。余裕だろ。逆に住めない奴って何なの？自分がどうこうではなくて、周りの人から。なんで事故物件なんかに住んでるの？貧乏なの？と思われたくないから住みたくない。安いと怪しい人を襲う。危なそうなイメージあるから手取りの3割のところ借りてた。痛かったけど。事件から10年間は賃貸契約を結ぶことが難しくなり、仮に契約できたとしても賃料を通常の 47,500 円から半額にせざるを得ないとして、損害を10年分の家賃の半額である285万円と算出。半額なら住む人いっぱいいるだろアホ。もともと高く設定しすぎなだけ。人のせいにするなクズ。半額でもやだって人も多いからさ。問題はどっちが多いか、だろうな。機会獲得と機会損失。あまり自分の価値観だけで人を責めるなよ。負債さえ残ってなければ大丈夫だが。負債はどうなの？結婚がそのまま残っているとかだったら嫌だけど、掃除してあるのなら余裕、わら。お払いしたら住めるっていう理論が謎。オカルトが気の持ちようだとしたら心霊が気の持ちようならお払いだって気の持ちようってことなんじゃね。聞いちゃうと意識して住むの怖い。黙って半額で貸してくれ、こっちも詮索しない。最近家探ししていて、隣アパートが事故物件だった。隣アパートだから自分の家には関係ないけどなんか気分的に気持ち悪いから契約しなかった。その事故物件が隣にあると教えなかった不動産屋潰れろ。ネットで評判見たら案の定バリ雑言ばかりで笑ったわ。隣が事故物件なんて余裕やんけ。何気にしてんだよ。そんな決まりないし事故物件も最初の契約のみで二人目以降は知らせる必要ない。ざまだっけ？例の白石とかいうやつが9人殺して生首保管してたやつ。あのアパートってもともと事故物件だったって聞いたけど、ほんと？やっぱ読んじゃうじゃない？そういうの。ツイッターのこれ見てからはちょっと躊躇するようになったわ。一度事故物件に住んでみた感想としては、俺別に平気。というメンタリティの住人が周辺環境に集中してしまうのが最大のデメリットだった。治安的に。なるほど。それは考えてなかった。
死んだ人より生きてる人の方が重要だもんな。なるほど、前科者とか殺人上等の人が。近隣に住んでたら治安悪いな。感心した。なるほど。確かにそうだわ。一気に人間の質が加減に触れるわな。いくら心理的瑕疵があると言っても月4万浮いたとするなら年間約50万貯蓄できるでしょ。10年で500万、20年で1000万、30年で1500万だよ。30年経ったら自分の家が買えるくらいの差になるのに。お化けが出るかもとか考えすぎだよ。10万を5万なら余裕で済むわ。5万を2万5千円ならまない。ただ死んだだけなら問題なし。でもこの前のみたいにバラバラとかだとちょっとなぁ。信じない奴は信じないだろうけど、たたりのうちやばいのは人生終了級の病気や不運をもたらすし。転居後もついて回ることもある。家賃ただでもごめんこうむる。変な壺とか買わされんようにな。大抵食い物や水屋で。事故物件なら、大島テルで探せよ。近所のアパートで半年くらいでコロコロ住人が変わる部屋が大島テルで調べたら事故物件だった。何かあって出てくのか、ネットとかで知って出てくのか知らないが、遡っていけば、世界各地どこでも戦場や空襲とかで人が死んでるとこだらけだし、ちゃんと清掃して現状回復してるなら今さらそんなの考慮する必要は薄いかな。ただ超絶ゴミ屋敷化してたとことか、犬猫と頭飼いで飼育崩壊してたり、突然死でずっと腐敗してたり、してたとこは異臭がずっと残ってしばらくは誰も住めないとかあるみたい。チャイナはそういうところ住むと縁起がいいんじゃなかったっけ？結局気の持ちようだわな。絶世の美女の霊となら住んでもよい。事故物件ってことは、絶世の美女でも恨みや苦痛に引きつった顔だったりするわけだが良いのか？ガチで出るならむしろ金になるんだけどなぁ。オカルトマニアが押し寄せるだろ。夜停電とかにいきなりなったら叫びながら外に飛び出しちゃう。部屋の広さと半額の値段にもよるが。サーバールームにして使う。幽霊の良いところは人権を考えなくて良いことだって盗作した人が言ってた。なるほどなって思った。死に方にもよるが、あまりに神経質だと病気になっても入院なんかできないぞ。数時間前に患者が亡くなったばかりのベッドに寝ることになるかもしれんのだから。何百という自殺者の怨念が染みついた中央線で毎日通勤するよりよっぽどマシ。棺桶電車とか言われてるものなぁ。空襲で人死にまくりじゃね？気にしてたら何もできんよ。空襲で死んだのはさら地になって物件自体は違うからなぁ。事故物件は物件は同じままだから気持ち悪いわけだしな。地球自体事故物件ってやつ思い出すわ。その部屋で死んだから価値がなくなるんじゃなくてさ、その部屋には人を死にたくさせる何かがあるから価値がなくなるんだと思うわ。暗さとか騒音とか、あるいはカビとか。同じ部屋で自殺が繰り返されるってよく聞く話だろ。自殺とかの事故は余裕だが、ヤクザ絡みの事故は無理。昔実際に間違い殺人起きてるからねー。その家に昔ヤクザ住んでて、抗争で後から引っ越してきた一般人が射殺されたとか、こういう物件は外国人が喜んで契約するやつやんけ。というか、事故物件って表示義務みたいのがあんの？中古車なんか安全面に関わるもんが隠されて売られてたりすんのに。部屋なんて過去に人が死のうが機能的に全く問題ないもんの来歴明かさなきゃならんのか？そんなん知らなきゃ全く無問題やん。心理的瑕疵って言葉があってだな。聞かれたなら答える義務があるが。間に人挟んで貸してたら義務はなくなる。そういうバイトもある。わかりづらい場所にお札とか貼ってある部屋だったら断る。今住んでるマンション。
引っ越してしばらくしてから台所流しの蛍光灯切れたから交換しようとしたら、蛍光灯カバーの裏の見えないところに荷札が貼ってあってゾッとしたわ。よく見たらドクターコパって書いてあったけど W。練炭自殺とかに使われた車は普通に中古で出回ってるからな。報告義務もないし。一番きつかったのは割原自殺。シート入れ替えクリーニングして普通に流した。霊ってピンポイントで出るのか？隣の部屋とか間違って出るとかねえの？ジューラみたく住み着いて慣れけば OK。寿命で死んだのまで事故物件はおかしいと思うわ。放置されて死体が腐乱した可能性がある。不汁が床に染みついてたり、壁に匂いが移ってる可能性があるぞ。刺繍は放射能並みにしつこいぞ。これ、気温高くないとなんともなくても、染みついた悪臭が真夏の暑い時期に猛烈に漂ってくるってどっかで見た。霊が出るってことは死後の世界があるってことだろ。これ以上に嬉しいことがあるか。目から鱗な発想だわ。言われてみればそうだよな。死んだら無になりたいから嫌だけど、近所でよ。おしまい。